いや、もう行こう行こう行こう。あ、もうガンガン行こう、ガンガン行こう。はい、ガンガン行こう。オッケーオッケー、終わり。鈍いやり。もうこれはもう売り物ね。およし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 。あ、あいつらも経験値戻ってんだ。あ、じゃあ一人でもいけるもんなんだね。結集すればいいんでしょ。オッケー。3人いるように見えるんだけどな。あ、3人いるの？もうガチで3人いるの？え？ 3 人揃って行動する必要がないってこと？嘘でしょ。そんなことあんの？あ、1人しかいないわ。あ、違う。ん？何今？あ、攻撃できるじゃん。何これ？何こいつら。なんか嫌な予感するんだけど。一旦開けてこう。うい！し、ナイス。ナイス、ナイス回避。よいしょ、オッケー。よくわからんけど、オッケー。これラッキーっていうのあったよな。リフレクト。まあ、いいか。よし、お疲れちゃん。おい、ラッキーが強いんか。移動ブースト、はい、じゃあみんなさ、そんなに気にする必要ないってこと？なこいつここでアタックして、で奇襲が奇襲成功しないから、奇襲成功しない時点でちょっと嫌なんだけど、交代して、じゃあこいつらはいろんなところを移動してなんかやっとけばいいんだ。好きなようにやっとけばいいのね。はいはいはい。で忠誠誓う。はいはい、全然いいよ。はい、オッケー。であいつらはほっといて、でこいつも、まあ、好きなとこ移動しろよと。はいはいはい。あそこ行けないから、あそこへ誓いに行くか。あ、なるほどね。はいはいはい。やっとわかったわ。やっとやり方わかったわ。はいはいはい。で、こいつは、一旦町行こう。一旦町行って、で、お店で、そう、これは買えないから、鍵開け道具、4万だよな。うん。鍵のかけら。いやー、300枚貯めたいな。だから弓欲しいんだ、弓。そうそうそう。あ、壊れなのかな？ダメージブース。これ買ってそうでしょ、まあ、絶対弓装備した方がいいから。でこれを売る。よし、 OK。 よし、で一旦ここ行って、あ、違う違う、こっちだ。ごめんごめん。で奇襲で、奇襲は成功する。 OK。 え、一人なんだけど、一人なんだけど、ちょっと予定思い出したんで、すいません。ちょっとやっぱ近くにいるとダメじゃん。やっぱ近くいないとダメじゃん。好き放題やっていいって言ったやつ。何マス以内とかあんのかな。こっちとこ。待って、こいつもちょっと祈りだけさせて。修正誓わせてくれ。ちょっと待ってね。みんな揃わねえと無理じゃん。なんか結局変わんねえのか。オッケー。お待たせ。え？ええ、やったよね。オッケー。じゃあ行こうか。で、奇襲して。よし、オッケー、オッケー、オッケー。奇襲しての、ベビードロー。なんか確率が異常に低いんだけど。ウェポンスナイプ、すべてのチェック。ああ、これはめちゃめちゃダメージ与えるのか。ちょっと
誰対象にした方がいいのかな。なんか全体的に強いんだけどな。一番 HP 少ないやつから狙うか。ラッキー、よし、ラッキー強いな。やっぱラッキー強いな。痛いね。だけど町の近くだからな。あー、また撃てんのね。 OK。 うい、中心にやるか。まあ、ラッキー入るでしょ多分。ラッキー入らない。はい、これがロックよ。キュキュキュ。カオス古文、カオス。どっち？カオス古文とりあえずやっつける。多分古文だからこいつやっつけやすいんだよな。カオス戦士。こいつカオスコブンでしょ。おい、やっぱ結構当たんね。で、シェイ。おい、大丈夫でしょ。まあ、全然いいやん。出血とか。ボタン押しっぱでいいんじゃん。あ、よしよし、ナイスナイス。よし、ラッキー、ラッキーありがとね。やっぱラッキー強いわ。あ、レベルアップした。ナイス。戦闘中、指摘的な注意か。ドラゴンなんとか変えたやつね。こいつ、プレイヤー変えたっけ？こいつ変えたんだよね。で、こいつが変えてなくて、こいつも変えてないんだよね。で、こいつが一番お金ないイメージあるんだけど。全然カオスなんだけど。カオスが弱体化って何？全然弱体化してねえじゃねえかよ。いいや、もう誰でもいいや。ラッキーありがとうね。よし。よし、これ全体なんだよね。一旦、あ、全然全然ダメ。オッケーオッケー、ちょっとよし、大丈夫大丈夫。ヤデヤ入ればいいから。ちょっと痛いな。呪い失敗か。何を言ってるか全然わからんな。呪い失敗って、こっち。よし、オッケー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 。全体攻撃あるから、うちは。で、ショットさんで、こいつをやっつける。よし、で、オッケーオッケーオッケー。これで、全体攻撃が、まあ、成功すれば、はい、お、開けれんね。鍵持ってたもんね。オッケーオッケー。まあ、みんなで開けて、すべての呪いと、スキルトレーナー。何個なんでしょう。回避率を永続的にプラス 2%。 これ強いんじゃない。誰に使う。だけど俺今んとこ一番強いのこのナイフ、このカリウドな気がするんだけどな。あ、取るってやったか。これ使うだな。さっき永続的にこれ使ってくれ。よし、何でもあり得るな。うん、アイテム。オッケー。なんだろうね。生き返るね、キノコね。え、もう一個。二個取ったのね。はい、はい。はい。で、アイテム渡すとか多分できるよね。多分。これだ。あ、やっぱりできた。キノコ持ってないのは学者か。オッケーオッケー。はい、ありがとうね。ね。左上からこっちか。サービス、お店、クエストボード。お店？サービス。やれた。サービス。など。フォーカスポイント。16？ 高くない？こいつ。マジで移動距離がなさすぎて辛いんだが、あいついい加減にしてほしいな。で、一旦こいつもここ行ってサービスで一旦休もう。よしよし、フォーカスポイント出して
これ一気に追いつけるからな、こいつのところ。え、あ、トレーナー、これがトレーナー、経験値がもらえる。嘘だろ、強すぎんか。分かってる分かってる、よいしょ。全然移動できない。あ、なんか地形が悪いのか。なんなんこいつ、こいつ誰だ。あ、いるね。オッケーオッケー。2マスぐらい離れても大丈夫なのか。こいついい武器持ってそう。もう一回行こうか、もう一回行こう。もうかわいそうなんだがマジで、雑魚すぎんか。ふけんなよマジでよ。何これ、何かをやらないとダメなの。え、厳しくねえかマジで。ありがとうございます、そういうの待ってました。よしよし、真ん中のやつやっちゃいけないな。リフト持ってる時は真ん中のやつやっちゃいけないな。ちょっときつい、結構きつい、結構きついめ。しよしよし、つらいめん。 OK、もうリュートマン全然こいつ使えねえからな。移動ブーストありがとね、移動ブーストありがとね。薬剤みたいのどこなの、どこで何をできるの。もう夜なったしさ、こいつ待ちでしょここで。で、下流ドーマンが、よし、OK。よしね。もう 100% 成功したいからな。もう絶対強いんよ。で、真ん中は置いといて、ちょ、魔法使い。よし！いけそうだな。よし、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、全然、全然そんなの平気。よし、OK、OK。オッケー、お、倒すんじゃないこれで。とりあえずリュートさんで 80% あれば大丈夫よね、 80% あれば大丈夫よね。耐えるのね、耐えるのね。回避、回避して欲しかったな、回避して欲しかったな。ちょっとこいつ、こいつだけはマジで倒そう。よしよし、オッケー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 。よしよしよし、でカオス古文か。いやー厳しい、厳しい、辛い。カオスコバ、よし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 、ナイスナイスナイス。よしよし、お、全部、よしよし、全然痛くない。15、次攻撃するのこいつか、あなたこいつかと遊べるか。オッケーオッケー。あ、あー、よし、オッケー、よし。鬼すぎんか。またさ、あいつらが湧くんでしょ。72、めちゃめちゃお金もらえるやん。あの、知力下げたくないんやな。これ顧問でしょ、アン顧問。一応お金が一番ないのかな、ね。え、普通の出しよう。え、あいつらが湧くんでしょ。ほら、ハングマンって書いてんだけど、右下に。ハングマンって何、ハングマンってやつが余計なのか。わからん、ちょっとわからんわ。ラッキー一発か、ラッキーありがとうね。あー、これはでかい、これはでかい。もう呪いのデバフもついたわ。逆にさ、こいつらいた方が経験値がなるのかな。なんかそんな気がしてきたな。21でしょ、一番体力はこいつか。よし、で次、リュウさん、こいついいよ。ラッキー強えなマジで。これで、あ、ラッキーマジで強いな。あ、もう、ね、下手に残ってるみんな。いや、また呪われるのかな、呪われちゃったね。まあいいや、まあ、倒せるでしょ、これこっちまで来れば。オッケー。
うしよう。ここ行かないとダメなの？ここ行かないと俺にはなんか未来ないの？なんだろう。五郎月の墓は五郎月堂でリッチの運動をなんとかするって書いてるけどな、右上に。これなん、これがリッチのなんとか。厄災の影響。キャラが。こっち行くしかないみたいだな。どっかでこう、なるべく戦闘せずに行きたいけど、無理あるな。遠回りしないといけないか。一回戦闘したら楽になる。これ何？タルト装置。ああ、最初の時か。一旦行けるまで行くか。まあ、遠回りしながら行けますか。ね。わかったわかった。そういうリュート大切だよね。で、こいつ呪われてんでしょ、確か。呪い解くやつあったよね。あ、ないか。あ、ごめん。持ってなかったか。ごめん。よしよし。邪魔者いたな。あ、ダンジョンか。ダンジョン行ってみる、みんな。ああ、クリア済みなのね。あ、これみんな入ってる？あ、入ってないね。入ってない。交代、OK。みんな入ってないか。さようですか。ちょ。一旦ここまで行って。ここね。まあ、それの意味がわからないんだよな。お、こっちいいじゃん。次へ進む。経験値、ランダムの呪い、戦闘、死があるんだけど。死がある時点で俺は何、試すと思うのか、死がある時点で。いや、意味が分からない。4% で死って何？マジで。20分の1やぞ、約。OK。お、試すやつおるか。いやラッキーありがとうね。うぃー、もう一回ラッキー来ないから来てくれる、ラッキー。くわ気持ちいい。よしマジで。あっちの魔術師のローブ、こいつだよな多分。魔術師さんいる。シャドウ一応つけるか。忘れてた、こいつら。だんだん強くなるのかな、わからんけど、まあ、とりあえず、ラッキーありがとね。よし、オッケー。これ成功させたい。よし、ありがとね。痛いね。マジでね、マジ余計ないんよ。21。まあ、じゃあこれ、全部成功したら。おい気持ちいい。これよな。よし、オッケー。もう悪さすんじゃねえぞ、ほんとに。ここよな、ほら。キャラになんとかの影響あるって。一旦ここまで行って、え、これ何、これ何、これ、血の儀式。あー、なんかあのヤバそうなやつか。いや、そっちで待ってて。一旦こいつもここでスタンバるか、町の近くで。おっ、トレーナーでかいな。これみんなまとめて行動した方がいいんだよな。今一歩届かないんよな、こいつ。もうストレスなんだが、この移動のなさで。こっちで、あ、みんないるね。 OK。 よし、最悪ね。こいつだろ、ハングドマン。ハングマン、ハングドじゃない、ハングマン。結集もできない。こんな世の中じゃよ、マジで。これちょうどで倒せるかな。あ、うまっ。よしよし、これでサーベルで倒せるでしょ。まあ、13怖くないけどさ。そうサーベルさんでやっぱ倒せるよね。てっちゃん何してくれるのかな。こ、ミスって一回は。あ、かい。
でかすぎんか。ヘビーショットいいか、エリートロー試していいか。ほい、ヘビードローちょっと面白いかも。こいつもこれでいい。ハリーとか俺一度も試してねえな、今思うと。あっ、よし、ずっとヘビードロー行くよ俺。おい、おし、マジよ、マジこいつらよ。ピック、これ強くねえか。第一、うん、感知力外していいか。プラス 10% クリティカル、25ダメージ。エピックこいつに集中するか。6耐性、耐性力ない、こいつに集中を。 OK、 こいつ誰、あー仲間か、ごめん、仲間だったわ、ごめん。いやー、ちょっと一旦さ、これで休憩したいけど、ちょっとお店売るもんねえな。お店はドラゴン書いて、優れた弓っていうのはどんなやつですか。うん、竜と、うん、微妙だね。じゃあ宿取ろう。宿取って、うん、移動距離あるのありがたい。一旦こっち来て、こいつは宿行き確定なんだけど、一旦こういうゴミみたいなアイテムを売って40、31、あともう少しなのよ。で HP が40回復する。そう、これ買っとこう。持ってない人はこれ買っとこう、マジで。でちょっとやど、いやもうしょうがないよこれは。移動ポイントがこいつなさすぎるんよ。第6巻一旦下がっていいか。無理だからさ、マジで。いや冗談抜きでマジで無理だから。でこいつ一旦お店でこの神の吐息を、そうそう、買っといて。でどうしよう、戦闘すっか、近くだしな。あ、成功するよな、 OK。 うん、ヘビショ行きたいわ。ウェポンスナイプっていうの、武器壊れんのかな。アヒレザップ、どれ行くか。ラッキー、そうラッキーがある。おい、我にはラッキーがあるやん。ラッキー、オッケー、よしよしよし。でバッソで、こいつのパリでさ、リフレクト、リフレクト、リポスト、リフレクト、全チェックの成功 59%79%。 これいけんの、え、空振り、嘘でしょ、そんな。ちょっとせっかくリフ、いや、もうあいつラッキーついてんじゃねえの。でもいいよ、いいよ別に。あ、ラッキーありがとうね。やっぱ相手が強いってなんかあんのかな。まあ、普通に攻撃すればよかったわ。よし、無駄に食らった。よしよし、 OK。 うん、このゲームなんか楽しくなってきたぞ。反射ダメージって装備するのこいつしかいないでしょ。全く同じ。ちょっとお金持ち越してほしい、こいつに持たせるか。よし、どうしよっかな。こいつここ行ってみる。くわ、スリだ。装備したアイテムに防ぐしかないの。え、経験値24、あざます。何今レベルアップしたのかな、わからん、わからん、もうわからん殺しすぎるんよ。わかった、お店でとりあえずこのスパイク付きのやつ、もう少しちょっとお金があれば。これ何、願いないと
なんか願いを叶えてくれる。成功、毒盛り。飲むか。コインを投げる。あ、成功がかかんのか。で、飲む。なんか、とんでもないイベントがあるんだけど。じゃあ、嘘やろ、今の。こいつめちゃめちゃ減ってるからな。よく見たらちょっとヘルメットで顔つき変わってんな。でこいつも体力回復する。この方これだ。でドラゴンパイプ持ってるよね。持ってんね。で神の吐息買って、で学者の方やか13でサービス受けれない。学者の方使ったからで使う。経験値は重要でごわす。よし、もう行くしかねえな。あいつ呪われてんだもんな。あいつその竜とやめろ。次行くのどこだっけ。左下、あれどこだっけ。ここか。ここ行くには下から回っていけばいいの。あー、下から回っていけばいいや。なんか一番下まで行けばいいか。石のなんとか。あ、全フォーカス回復。石の湯。これ熱いじゃん。こいつ何も祝福受けてないもんね。あ、敵がいたな。一旦交代しよう。仲間が足りねえ。おおおおおお。これは？やっぱ仲間が入ってないよな。お、トレーナーうめえ。やっぱトレーナーうめえな。オッケー。まあ大抵は成功するからな。倒せるかな。倒さないと困るんだけどね。1回ぐらいはさ全部成功させたいな。またこれ。おい、お、強い。強すぎる。強すぎる。あ、何これ。あ、これじゃん。よいしょよいしょ。ありがとうね。いや気になってて申し訳ない。そうそう、こいつここに行こうとしたんだよね。で祈る。で一旦下まで行って、ん？あれハートの石像って誰か祈ったっけ？多分祈ってねえよな。ありがとうね。移動ポイントあげられたとね。先行くわ先。先に様子見に行くか。ん？こいつこんな移動できたっけ？なんか体調悪かったのか今まで。移動できるじゃん。よしよし、ここ。体力回復さんでかいよな。ちょっとこっち行こう。これで祈ろう。ああ使用してんのね。あ、ちょっとだけ悲しいかな。あ、ここは移動スピード遅くなるんだ。得て増えてかんのかな。デイモス。マップ上の敵の様子がおかしくなる。3マスしか進めない。エルフは森の中移動スピードあんのかな。じゃあそういうこと。こいつエルフだもんね。勝手にエルフって言ってるけどそんなことないな。移動ブーストありがとうね。ありがとうね。生命の泉飲むはずがない。よし、オッケー。これ何？これ敵？謎の敵？嫌なんだがマジで。一旦街行こう。で、売れるのある？あった、骨のルート。売る。10。よし。ベストないよね。300か。250。あともうちょいないよな。
ちょっともう一旦ここまで行くか。でここで待つか。おお、こんだけしか移動できない。あ、いや、まあそういうもんなんだろう。この移動距離よな、やっぱハンターは違うのかな。移動ブースト、ありがとうね。じゃあこっちまで、こっち行けないか、行けないか。こいつはやっぱ有効範囲が少ないよな。待つか。よし。一応近づいとくか。行くぜ。あ、めっちゃ強そうなんだけど。ラッキー付き。よし。で、これを新しい武器な。サージエリアブラスト、一体集団ターゲット、プロテクト、タイムジャンプ、タイムジャンプ、味方を補助、タイムジャンプ。あ、もう一回行動させんのかな。あ、やっぱり、あ、これでけえ。 OK。 あー、これでかい。あ、これはでかい。うち、痛い、痛いけど大丈夫、まだ耐えれる。で、これでリフレクトしたいね俺。第6巻も働いてる。ヘビードロー。あー、つい、あー、終わった。あ、これ、これ強いな、間違いなく強い。待って、こいつに取らせて、こいつに取らせて、きた。防御、こいつついてるもんな。パンチ力、防御力、スタン向こう、スタン、いや、こいつに強くさせよう。よし、OK。うわ、あ、これ終わったんでしょ、こっち。今なんか実績も解除したもんな。何これ、アイテム、ターンスキップ40ダメージ 1% し、フォーカス使えないんだ。こっち行くわ。 OK、 一旦ここで待ってもらって、でこいつがあのドクロ買えるから、一旦ドクロをお店でドラゴンか、ドラゴン買って装備して、オッケーオッケーオッケー。最初からみんな均等にしなきゃよかったな。オッケーオッケー、完璧完璧。これでドラゴン、よし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 。そっちからいかん、できるから。こっち、封じられた、分かってる、大丈夫、分かってる。封じたのこっちだからな。でこれ、あ、遅いんだなこいつ。これは猿かな。よし、 OK。 でどうすんの、向こう側行くにはどうしたらいいの。あ、船買えってことか。あ、やっと意味わかった、これか。多分そうだな、船買えってことだな。巨岩、あ、こいつと戦わなきゃいけないのだからね。これ何、石の栄養、アーチ、アーチボール、フォーカス全回復って書いてあってるけど、別に減ってないからな。移動できる、あ、移動全然できるね。この子できる服がない。ん、ちゃうちゃうちゃう。え、どうやって行くの、ここまで行けねえの。え、なになに、ちょっと待って待って、ここから3、2、0、あ、こっちまでか、ちょうどこっちまでか。はいはいはい、待って待って、今無駄には祈らない。うん、さすがにもったいない。でここは誰かが使ってんだよね。あ、誰かのものになってる。うん、オッケーオッケー。でこっちから
あれ消えてるじゃん。ち、うん、販売所イカだと書いてるわ。イカだと交換できる、交換できる漁船、商船、うん、高いの買った方がいいのかな。こういういらないやつとりあえず売るとかはないのね。一旦これ買うか。もう一番ここに持ってるのこいつだもんな。ったサービスって何。船を取り戻す、船の種、うん、船を船の権利書を保管する。完全に修理されてる船の。何言ってんだ。さてこっちに乗れる、乗れないか。一旦待つか。これ多分みんなと一緒に乗らないとダメだよな。もう怖えもんだって俺。こっちまで行ける、行けない。何これ、もう一回。じゃあ毒盛りとかあるでしょ、デバフとか行かないから。うん、分かった。でこっち待って、またこいつ足遅いんでしょ。あ、いけるね。あいつが進める基準がわからんな。ここまでいける？いけないか。あ、待って、間違った。アホや。ね、こいつは船を移動できる。チーム集合。あ、できるんだ。あ、はいはいはい。これで、向こう側に行きたいんやな。オッケーオッケー。一旦考え、海岸沿い行こう。強風。おいおいおい、オッケーオッケー。あれ、あ、一旦終了して、うん、ドゥンタンドゥンタンってなんだよ。こっち、あ、そんなお金ないからな。終了して、次誰の番よですね。待って、一旦ここまで移動して、こいつマジイルカいいやつだな。全然マイナスがない。神か、あのイルカ。悪魔の巣、こっち、ここ行ける。強風、強風ありがとうね。お店入っちゃうかな。悪魔の巣サービス、嘘やろこいつ、めっちゃいいやつやな。うん、オッケーオッケーオッケー、ナイスー。うん、カオスコブンね、分かった。でお店でドラゴンパイプが安い。何これ、テオル。いや、だけどタイムリープがあるからな今。まあいいか、一旦はいいか。これ3人一緒だもんな、みんな。ちょっと待って、ちょ、一旦こいつ、こいつもここ乗って、こいつ58でしょ？学者なんとかは？あ、うん、うん、ないんか。ないか、じゃあ、戻るか。チーム集合して、こんな大したのないんだね。こうか。なんだその下のやつ、気になる気になる。これ何、これ、ああ、石の湯。これは、あ、血のなんとか。これ誰も使ってないやつでしょ。あのプレイヤー2の人にやってもらおうか。一旦ここ移動して、でこれやめて、プレイヤー2、プレイヤー、なんか補選があるんだけどな。これ何、こいつ何、あ、複数乗らず者ね。待て待て、移動はしない、移動はしない。よしよし、分かってる分かってる。ちょっと待て、中性近く、オッケー。しゃ、クリティカルとかマジ好都合やん。でこっからこうね、みんないるよね、入ってるね、オッケー。あー待って、オッケー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 、69%。うん、誰からやっつけ。いや魔術師だよなやっぱり。でヘビドロー、
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。出血です。出血でございます。こいつクリティカル出ても倒せるのかな。57クリティカル 27% で全部出たら倒せるね。ラッキーついた。あー惜しい。だけど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 タイムジャンプででプレイヤー2がもう一回来る。うん、そなたは美しい。え、ラッキーもつく。倒せるよね。倒せないか、倒せないか。普通に攻撃すればよかった。いっ、フォーカスまで吸われる。まなげ倒せるね。これマジか。あー、こんなことしないで攻撃しとけばよかったかな。38でしょ、これ57。そんなそうやろ。冗談よしてくれ。消滅失敗、 80% が下がってくる。もう無駄にダメージ、いたずらにダメージ、出血強いな。いたずらにダメージを食らってくるんだが、え、マジで。あいつが硬いの、古文が強いの。ラッキーありがとうね。オッケーオッケーオッケー。ちょっとプレイヤーに、もう一回いきます。すいません、もう一回いきます。クリティカルと、はい、あ、もうこいつマジで。また出血するんでしょ、分かってるかな。しゃい、一旦こいつに全部持たせよう。あのドラゴンなれが欲しい。18、これ強いんじゃねえか。あ、強くなかった。いや、こいつに持たせよう。トレーナー強いな。最大1、あ、いや、こいつに全部持たせよう。こいつに全部持たせよう。よし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 、うん、ああ、これで休ませてで、チーム集合。オッケー、強制。ナイス、強制。で、こいつとやりたいな。奇襲ってできる？逃走することは不可能。28。対しとくか。待っとくか。プレイヤー2の、2の番になるまで待つか。あ、待つ待つ。で、こいつの番になったら、分かってる、分かってる。大丈夫、大丈夫。こいつと戦闘で奇襲で、あ、やっぱいいね、いいね。やっぱ、OK、よし。もう何があるか分からんからな。あ、強そうだな。わりかし強そうだな。ありがとうね。あ、これはいい、これは気持ちいい。もう一回、ありがとうね、ありがとうね、いつもありがとうね。失敗。まあまあいいや。よし、よし、強っ。頼む頼む、 OK。 くわ、クリティカルが強い。 OK、 もう一回。強すぎんか、やばいな。で、目的地は下だから、そっちまで一応行くか。呪いっていうのは何なんだろうな、結局。うん。太古のリッチの糞。入るか、みんな。え、これダンジョンみたいなもんか。あ、やっぱダンジョンだったわ。いろいろと終わったな。30、稲妻スケルトン。ラッキーありがとうね。いや、あ、これだからやめらんね。よし、もう一回。よし、で、これクリティカル出てくんないかな。あ、スナイパーって何？クリティカルなのね。
気持ちいいよ。ありがとうね、ありがとうね。強すぎて気持ちいいよ。オッケーオッケー。もう負ける要素ないかな、もうここまで来たら。もう逆に攻撃しようかな。21当たるじゃんこいつ。よし、オッケー。うん、うん、うん、こいつにお金を全部集中させよう。売り物だから持っとくか。別に持たせよ。よし、OK。うん。あ、トレーナー。熱っ。トレーナー熱っ。早い。息が早い。38。次に攻撃するの、こいつ。こいつか。OK。OK、OK、全部成功。はい、OK、OK、OK。OK、OK、OK。まあ、タイムジャンプだよな。うん、まあ、ジャンプできない日もあるわ。体調悪かったんだろうな。こっち頼む。あー、もうちょい。この1残りが嫌だ。あ、う、あいつ反射ダメージ死んだ。あいつ反射ダメージで死んだ。待って、笑っちゃダメだな。あいつだって真面目にやってるからな。タイムジャンプ いらねえか。もう次あいつの番だもんな。よしよしよし、魔法ダメージを永続的に。こいつ学者が使うもんでしょこれで。売り物は力が上がるんでしょ。うん、うん、力だ。回避率これよし、 OK。 ここ行こう。キャンプ道具ないのつらいな。お店な。ちょっと売らせてくれ。まあ、いらないのか。結構売ってる。300に。うん、他のやつ一旦こいつがこれ使って、で呪いにかかってるアホがおるから、でこのこれだよね、全ての呪いを解く。一旦こいつに渡して、で、こいつが呪いを解くと、何の呪いなのか全然わかんないのか、もう怖くて仕方ないんだけどね。で、60? まあ、今使っても損はないわ。そんな損はない。で、こいつも、ちょっと、どうしよう。で、もう次だからこいつも呪い解くとか。よし、OK。で、これは何?フォーカス回復。フォーカス回復っていらなくない？売ればよかったわ。これ、売る。で、お店でもう300お金貯まったけど、これ買うでしょ？これみんなの分買った方がいいよな。でもこれ、だってみんなの分買うしかないもんな。で、これを。あ、待って、自分のアホさに。あ、打ってない。あー、アホした。間違って使っちゃった。もういいや、もうみんなに渡しとけ。なんとかいけるでしょ。行こうか。よし、 OKOK。 ん？なんもないの。うん。ああ、嘘やろ。まさか回復したけど、ミミックさんか。ミミックさん、奇襲が好きだもんね。スナイパー。気持ちいい。もう一回お願いします。もう一回お願いします。ラッキーもありがとうございます。ありがとうございます。まっ、もぐもぐ凍結キノコ、アイテム食われたのかな。まあんま気にしなくていいよな多分。
多分ね。よし、さすがに成功するよね。うっち、これはひどい。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だね。これは連打だ。な、強くねえか、なんか急に。収益と大丈夫です。いい回復。売り物じゃないやつは一旦こいつに持たせるか。オッケー。使えそうだもんな。トレーナー使ってくんねえかな。あ、来た。入るのかよ。40。これクリティカル出たら多分倒せるな、グールさん。あ、うい、厳しい。厳しい。タイムジャンプでござる。あっ、え、これやけど多分強くねえかな。あ、倒して。あくそ、もうそいつから攻撃食らいたくないから今狙ってたのに。え、 なんかうまくいってんな。うまくヒットしてんな。オッケー、よし、オッケー。次弱いのがこれ、イカれた魔術師、ちょっと早めにやっつけた方がいいような気がすんな。ウィッシュ、ウィル、ウィッシュ。ちょっとイカれた魔術師さん、ちょっといいっすか、ちょっといいっすか。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。クー、マジくたばるから。あっ、よしよしよし、はい、ありがとうね、ありがとう、取ってもらって、取って、出口、これボス、鍵開け道具叩き壊す、鍵開け道具あるじゃん、これでいいじゃん。何これ、リッチのフンド、フンボか、なんか ゲップみたいな音を寄せよ、リッチさん。行かれたカプカプコじゃなくて、レプレコン。心臓の鼓動絶対許さない。チネットドゥンドゥンドゥ、なんだ、なんだ僕には。ヘビートローとかも全部成功させたよな。ちょっとケルトンレンジャー30当たりでしょ。一旦成功したら確定で倒せるやつからですか。ラッキー、ありがとうね。え、半分、14。よし、これはいい、これは強い、はい、結構熱い。うえ、あ、舐めすぎだあいつ。よし、 OK、 はい、思いっきり行こうね、思いっきり行くね、でタイムジャンプしようね。失敗、ラッキー入ったのに失敗。大丈夫ね、大丈夫、いつもそれであってほしいわ。うん、オッケーオッケーオッケー、ショットで、ナイスナイス、オッケー。あっ、もうちょい、これ23で87でしょ、これは82、もうこっちの方がいいんだ、あ、こっちの方がいいんだ、オッケー。だよリッチ、一旦こいつにお金集中。オッケーオッケー、準備完了。何、開けていいんじゃないの、リッチの墳墓来た、お金300貯めたい、300貯めたいのよ。いるでしょう、感じそう、お前いらないな、毒の売り本最大にスキル復讐っていうのがでかいような気がするんだけどな。こいつ復讐つけたらどうなんの、ちょっと楽しみだ。集中キャップ、よし、
王の迷路城か。全然こいつら休めする気ないな。ちょっと図鑑でさ、ヒールの説明ない。集中とかさ、バリア、デブフ、ジョブ。ジョブの説明がない。ジョブの説明からスキルの説明に飛べんじゃない。メインクエスト、キャンプ、薬剤、サイド、ノー、あ、スキルあったわ。こんな書き方あり？ちょっと、あった、復習。ターン終了時にフォーカスポイントを回復する可能性がある。チーム全員集合だわ。休む暇もないわ。あっちか、あっちに向けて。お金287ってさ、あれ買い物できるんじゃない今思ったら。どこだっけ、ショップがあったところ、こっちか。ここに向けてさ、よしよし、 OK。 うん、フォーカス回復した。ちょ、うん、よく分からんけど、まあいいや。落ち着いたわ。誰が入った、こいつ。あー、こいつが入ったのね。こいつそこでないでしょ、お店も。270ドラゴンパイプ。あ、ドラゴンパイプ買えるね、あいつ。オッケーオッケーオッケー。学者草がないんだけど。学者の草ないじゃん。神の吐息買っとくか。お店入る必要もないでしょ。オッケーオッケー。もう猿は。うん、猿。でも一旦こっち終わりで。オッケー。ちょ、待って待って。ちゃちゃ、こいつが行くことに意味がある。で、お店で来たって買って装備で、で、いらないアイテムあるでしょ、これ売って。これもないわ。で、紙行き買う。で、紙行きもう一個買っとくか。オッケーオッケー。し、みんな仲良く貧乏ね。オッケー。で、これでウィークと。はいはいはい。OK です。強風に煽られて。あれ、今何時？俺もしかしていつも配信してる時間じゃない？ああ、大丈夫か。ちょっと一旦録画停止しますね。ああ、戻ってきました。今誰かから連絡来てるんじゃないかと思ってさ。ちょっと、なんか無視したって言われるのも尺じゃん。どっち行こう？どこ？え、何行けばよかったっけ？黄金平野で王の迷路を浄化する。王の迷路ってどこ？ここ？違うな。王の迷路ここ？違うね。あ、これか。マークついてんじゃん。こっち行けばいいのね。だけどこれちょっと気になるんだよな、こいつ強いのかな。魔術ガニ、まあ、いいや、無視しよう。何？もう全部がハテナで怖いんだけど。フォーカス使えんの？